なるんですけども、そのアルバムの、最後の曲に入ってる曲なんですけど、僕らが、大事な大事な両親に思いを込めて作った曲なので、皆さんも、お父さんお母さんを思い浮かべて聴いていただけたら嬉しいです。それでは、最後の曲です。聴いてください。ありがとう。ねえママ、あなたの優しさに泣きたくなる時があるんだ。わがままに生きる僕の背中を押してくれる。ねえパパ、あなたの厳しさが今の僕を支えてくれる。小さい頃は気づけなかったこと、今は見えてるよ。願いを込めて産んでくれた、疑うことなく愛をくれんだ。あなたの目に映る僕は理想通り期待通り生きれてます。して作る弁当、いつも口には出せないけど、心の中にある言葉はありがとう。ねえママ、あなたの手はいつも来るだろう。最後の日は音もなく近づくけど、返せてないこの愛を少しずつ少しずつ返せるように思えば、いつも心配かけてばかりだな。年を重ねて感じるあの言葉の意味、いつまでもあると思うなよ。やっと金なんて昔はうるさく言ってたもんな。思えばいつも苦労かけてばかりだった。ドロドロのユニフォームに早起きして作る弁当、いつも口には出せないけど、心の中にある言葉はありがとう。今日は僕らのライブを見ていただきどうもありがとうございました。ベルベットはこれからもメジャーデビュー目指して頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。どうもありがとう。ねえママ、あなたの優しさに泣きたくなる時があるんだ。小さい頃は気づけなかったこと、今は見えているよ。ベルベットでした。どうもありがとう。ありがとうございます。